ストームチーム隊長、ストーム1こと同人生活だ。うん、もうね、毎度言ってるけど、じゃあ毎度言うことにしよう。武器については説明はしない。もう変わってないからな。では出撃するぞ。ミッションを選んでください。銀紙の都、市街地に地下トンネルの出口を確認。中から巨大生物が出現しています。問題は格闘エリアにレタリウスがいることです。レタリウスはネットを作り、侵入者を待ち構えています。おそらくトンネルの出口の破壊は非常に困難でしょう。それでもやらねばなりません。人々を守るためにということらしい。うん、まあ人々を守るために EDF の使命だからな。よし、じゃあ人々を守るためにストームチーム、ストーム1出撃するぞ。さてさて、また今回も苦戦するのかな。だいたい苦戦するようになってきたからな。いやーでも苦戦は嫌だな。まあでも苦戦するってことはやりごたえがあるってことなのかな。いやでもこれはやりごたえとは言わない気が。おっとっとっと、そういうことか。ガトリングを持ってくるべきだったな、これは。ちょっとミス。お？よいしょ。一回撤退。よいしょ。ちょい、おい。危ない危ない。巻き込まれるとこだった。よし。なるほど。戦力を分散させなければいけないから、今俺はこうやって一人で戦ってんのか。ということでいいのかな。うん、体力がないね。お前は何をしてるんだ。これは武器を間違ったな。一回シミュレーション出よう。一回シミュレーション出るぞ。うん、こいつはロケットランチャーもいいが、ガトリン、いや出撃します。このままでいこう。やっぱりこのままでいこう。ロケットランチャーを乱射してればなんとかなる気がしてきた。というかむしろこれをガトリングにしてしまうと建物が壊せなくなるから、その分だけな、ちょっと戦闘が不利になるから、このロケットランチャーは手放せないかな。辛い戦いだ。おっと、何をやってるんだ。もう来てたか。よし、ここでだいぶ数を減らせたんじゃないか。よし、いいぞ。よし、ここでさらにこの4匹を殲滅。おっと、近いな。よし、戦局報道です。世界中至る所に大型円盤が飛来。巨大生物が投下された地域は8年前と比べて広範囲に及んでいます。ほうほう。 EDF は駆逐作戦を展開していますが、まだ回復は取りたく、ああ取ってしまった。なるほど。ちょっとこっちは取れていいんだぞ。ん、なんか、あ、お前か。まあいい、死ぬがいい。よし。お、
お、これだけだったのか。これだけだったらしいな。とてつもなく簡単なミッションだったな。そうかそうか、アーマー2つだけか。しょっぺー世の中だな。いやー、まさかあんなくだらないミッションで1回負けてしまうとは思わなかった。うん、しょうがない、今日はあんみつを食べに行こう。今日はなんかよくわからんがあんみつが食べたい。あんみつを食べに行って、そうだな、お茶をすすってちょっと優雅な時間でも過ごしてこようか。ああでももう夜か。明日の朝だな。うん、それでは地球の平和を俺に任せて、みんなはゆっくり休んでくれたまえ。それじゃあな。